どうも赤星ですよ。赤星マジマジ TV! ステーブルでございました。こちらラーメンジロキンさんでございます。さあ栃木県宇都宮市ですよ。栃木、はい、宇都宮遠征をしてまいりましたが、宇都宮駅からですね、歩くと、28分かかっちゃうという位置にございます。駐車場も右側にね、数台ございますんで、お車でどうぞ。そうですね、はい、2016年オープン。こちらですね、ザ・二郎系と言ってもいいほど、ね、見た目がもう二郎系ということで、期待大で、見定めて、二郎系さん、はい、確定させてきました。まあ、栃木ですから、ね。栃木ですから。はい、で今回もあの、はい、宇都宮のドン、ミルクセーキマスチャンネルさんに、そうなんですか、はい、連れてきてもらいました。ドンなんですか、ということで、あるぶってますけども。そっけ、うつ丼だったんですね。うつ丼はちょっと草タイプですけど、はい。はい、ラーメン混ぜそば、その他豚増しやトッピング類と、麺を増した券がありますよ、ということですね。で、私、あ、これね、小中大と書いてません。はい、麺量だけで表示されます。はい。ラーメンの 400g というのを選択しておりますね。混ぜそばも非常に美味しいということでしたが、やはり一発目はラーメンということですが、はいはい、こちらが出ました。厚けか。重要厚けではございません。で、同じ色ですけども、こういった、ウツボじゃなくて、なんだっけ、すり鉢で。魚類。ごめんなさい、ウツボに引っ張られちゃいました。魚類でもないか。すいません。魚で来ちゃいましたけども、ラーメンメイン枠豚2枚の全部マシマシ。はい、豚1枚追加、玉ねぎ。麺屋浜市さんという横浜のラーメン屋さん行った時にすり鉢でしたが、それ以来です。なるほど。はい。豚、これ3枚入ってるはずですが、これ完全に野菜の下に来ます。それほど広くて大きい器だということでして、その豚さん、あまりにも多いよという方は、こちらのですね、トッピングに1個だけ変更可能です。なるほど。はい。適宜。はじめいきましょう。さあ、見ていきますよ。もう取ってます。ね、ここで食べてますよ。さあ、油野菜からです。ね、豚が埋もれてるんで、いきなり油野菜は珍しいですよ。なるほど。はい。これ味付けがね、これないんですね。あ、ない、ほぼプレーン状態の油と、プレーン状態の野菜、はい、なので、まあ、もやしキャベツの、まあ、本来の甘さを感じたり、まあ、豚のね、うまみというのをそのままもうなんか味わえる感じ。なるほど。上から返しをかけたりもしてないです。はい、まあ、真っ白ですね。そうです、素材マシマシです、はい、素材マシマシできてますんで、なので返しがけがね、実際ね、プレーンレベルとしてはこれ最強クラスなんじゃないかと。最強プレーン、最強プレーンです、ね、だからもう平凡こそ一番みたいなことですね。そう、はい、無印食品みたいな、無印良品か、はい、はい、言ってますけども、昔こういうね、何もかけない二郎系っていうのは結構盛んでしたけど、最近では珍しいです、はいはい、さあ現れました、野菜を食べ尽くしたやっと出てくる豚です、でかいですが、やっぱりこれは丸太豚ということで、はいはい、噛みつきがいがやっぱりこの豚のいいところですね、一口ではいけませんでした、久々に、はい、この豚もですね、プレーンの、プレーン豚、はい、もともとだから返しに全然こう染み込ませてるかもしれないけど、ほとんどない、はいはいはい、なのでスープにこうやって浸してね、食べるのがいいでしょう、はい、でもやっぱり豚といえばね、必ず味ついてますよね。まあそうですね、はい、この機会にね、そのプレーン肉を楽しめる状態というのはやっぱり貴重です。なるほどね、はい、まあ、なかなか巻き豚の豚の味を楽しむって機会はそんな意識してももらえないんです、まあ、自分次第でね、入るっていう、あ、まあまあそれもありますけども、はい、でまあいつもの豚そのもののお酒を食べ進めるのがちょっとさすがに難しかったんで、野菜と組み合わせながら食べたりですね、まだこれ完食してないんですね、この時点では。麺と一緒に組み合わせる食べ方を久々にできたという、豚で、さあスープ、おー、このすり鉢から、ね、スープをギュギュギュッといきますが、ほとんど非乳化なんですけども、いや若干ね、こうなんか溶け込んでる脂が見えるんで、まあ乳化っぽさもある、かすかなある、皮膚感ですね、はい、まあ、味付け的には醤油感満載のずしっと醤油です、はいはい、で、まあ、プレーンな具材なんで、これくらいスープ強いとですね、逆にバランスはいいでしょうね、ということで。この辺で考えてですかね。そうですね。あ、隣で、なんか、ガチャってやりましたが、ガチャっと何かを入れましたが、はい。個人的にはね、最初に辛めコールありますけど、あれはマシマシにした方が美味しいとは思いました。はい。さあ、そして先ほど紹介しましたが、麺量は200、300、400で、小中大の表記は、まあ、一応ございません。はい、まあ、まあ、このまま小中大で、なんすか。あ、野菜をただ揚げただけでしたね、はい、なんだよな、野菜をギュッと揚げました、はい、
私は麺をギュッとあげる、うん、久々ですよこのゴワゴワワシワシ麺は。そうですね、すごいですね。じっくり見ていただきたいですね。やってますね。よいしょ、ね、まあ二郎系としてもね、理想的とも言えるゴワゴワワシワシ極太麺なんですけども、ちょっと今あれカウンターに今返しみたいなえ、わかんないです。いや、どうだったか、あれ、オスかな、オスだよな。いや、会社あったら絶対やるもんな。はあ、はい、違うと思います。何だったんですか。はい、もう一回見ておきます。はい、はい、すり鉢から引き上げる重厚感いいですね、ということで、思わず声が出てます、これ。はあ、はあ、はあ、声が出てますね。で、栃木の二郎系ってね、うん、こういう、うん、もう本当に二郎系だなって思う麺が採用されてるところ多いんですよ。はい、なので、この二郎金さんもすごく美味しそうに見えたんで、今回来ましたね。うん、で、ずしっとスープを絡めて強力な麺、うん、一層食べ応えを得るという感じですね。まあ、細かったらこの麺たちと合わないでしょうね。うん、強いから。へい、さあ、そしてニンニクですが、あ、一緒によかったやってますね。はい、ただミルクさんはあ、恥ずかしがってますが、これ麺超少なめです。はい、あ、麺も少なくなるんです。ミルクさん、あ、ミルクさんの方がね、ミルクさん、はい、ミルクさん少なめなんです。まあ、器がもう違う違いますから。はい、ニンニク自体はちょい辛ニンニク、ということで、が、まあ、この時点でミルクさんもほとんどないんで、ね、うん、はい、なんか、ほぼニンニクだけを食べてるみたいですけどね。シャワーじゃないんだよ。シャワーじゃないですけども、味変調味料、唐辛子系しかございませんので、ニンニク味変はかなり重要なのと、うん、私今回玉ねぎを有料で追加してますんで、うん、はい、その、まあ、辛みもあるかと思ったんですが、うん、ちょっと玉ねぎ結構甘めでした、ね、はい、ちょっとこう下処理がされてる、玉ねぎだったかもしれないですね。新玉、新玉の可能性もあるか、黄色いやつ、ね、うん、はい、さあ、ラスト方法に胡椒、胡椒はあります。はい、これ胡椒豚ね。ここで豚がまだあるんですか。まだあるんです。はい、まあ、最初の方にいつも僕は豚と胡椒をやってますけども、はいはい、ね、このタイミングになったのは貴重な映像ですよ皆さんね、映像保存版、永久保存版、そんなにかです。プレーン豚だから胡椒と合わせた時の味の違いっていうのはよく味わえるんで、はいはいはい、これは思いっきりやっていきましたね。はい、胡椒の入れるところも少し大きめにしてかけました、うん、はい、で、はい、さらに皆さん、はい、今回やっぱり宇都宮ということで、またですね、ミルクスイキマツさんにこれ餃子のですね、お土産いただいたんですね。はい、冷凍庫に今いっぱい入ってますけども、ね、ただこれ、はい、教えてもらいました、ミルクさん曰く、宇都宮の餃子は二大巨頭の派閥があるらしいです。一つがマサシ、もう一つがミンミン、はあ、はい、なので、はい、今回はミンミンをいただいて、前回はマサシ、前回マサシ、はあ、てかマサシまだありますね。あれ実は別の日に送ってもらった2回目なんですね。いや、ちょっとわかんない。そうなんですそうなんですよ。いや、今のうちの冷凍庫事情を喋ってるけどわかんないって、ミンミン YouTube 喋ってる。あ、もう餃子愛がもうやってますけど、僕がこれ気づかないというねすいません、やってもらってたのに恥ずかしい、ということで、こう、さすがにこの後すぐ餃子食べませんでしたけど、さすがにね、はい、お土産としていただきましたので、はい、ということで、マシマシレベルは92.5、89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 .5、
ムですね。本来すり鉢にすると500かららしいんですが、マシマシにしたのであのでかい器にしてもらったということで、はい、さあそして気になる映像が、はい、ね、来てますか。はい、1000円だったので、はい、河合のミニピアノ買ってあげました。にゃんこに聞かないですよこれがですね、はい、すごいんですよ、興味持っちゃって、はい、朝ポロポロ弾いてます。あ、そう、すごいですね、はい、特にあ、もうこういう状態にはなるんですけど、はいはい、ポロ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 遊んでますんで、ちょっとそのうち、まあ、ウィーンかなんかに連れてってあげて、ウィーン、猫ウィーンに連れてあげて、猫ウィーンって何ですか猫ウィーンに連れてあげて弾いてほしいという感じでございますけども、まあ、ジロキンさんね、はい、私もジロキンさんに行きましたが、宇都宮のジロケ、まだ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 有名店ございまして、もう一店舗ガジローさんというところも行こうとしたんですが、うん、あの月曜日定休日だったということで行けなかった。定休日行ったんですね、これ。はい、そうなんです。でミルクさんがあの車を出してくれるんで、駅から遠いところもガンガン行けるということで、ありがとうございます。ミルクさん次第。ミルクさん次第です。はい。でもちろん私のこの動画が上がった後にですね、ミルクセキバスさんの方でもちょっとジロキンさん上がりますので、そちらの私もちょっとご覧いただくのと、うん、ミルクさんの良さが。うん、ミルクさんの良さ、あ、ですよ、ミルクさんの良さ、ミルクさんの良さは今から喋るんですかと、それが小食なのに二郎系が食べられるという、うん、だから小さいものを食べたい方におすすめチャンネルなんです。ああ、なるほどね。そうなんですよ、はいはい、ぜひとも見ていただきたいというのがございます、はい
それで餃子もいただいた宇都宮の旅また行きますんで、はい、栃木の皆さんお楽しみということでごちそうさまです。シャック。Thank you.